3月の鉄線エース大会。今回の鉄線は参加者にオンリー、飛び石の俊さん、天栗さん、タイタイさんと歴代の好成績者たちを迎えてのエース大会。強敵が立ち並ぶ中、会長ボンジュールはどんな戦いを見せるのか。始まりました。イエーイ鉄線大会。今回は強敵揃いのエース大会ということでよろしくお願いします。まず自己紹介からいきます。じゃあ真ん中の僕から、はい、ボンジュー、ボンジューだどうもです。鉄線会長として頑張ります。今日は、かなりの強敵揃いですが、僕がもし最下位なら公約通り鉄マンをやるということで、今日は最下位にならないように頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。ジョス・タイタです。私はですね、帰宅部トリオ枠からエースとして、参加させていただきます。まあこのメンツなんで、まあ、前線できればいいかなと思っております。ちなみに最下位でも鉄マンはやりません。よろしくお願いします。いいのよ別にやんなくて。お願いします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 。どうも、飛び石の俊です。まあ今日はね、絶好の鉄線日和という名の雨ということで雷も降ってきたんですけど、なんと昔家の隣の電柱に雷が落っこちてきました。ものすごく雷に愛されております。というわけで今回優勝を目指します。ちなみに1位取れなかったら鉄マンをやるって約束してるので、やばやばもうやばすぎるでしょ。いや、そんぐらい俺は爪残しに来ました。お願いします。覚悟ちげ。お願いします。お願いします。はい、オンリーです。さっきモンさんのちょっとね予行練習見てたんですけど、まあ、結構なんか作戦立てたりしててフフフって感じです。フフフってなんでフフフって。どうしても余裕だ。どうも、マイクラ建築ピエロアマグルです。正直なんか最近昔のバージョンばっかやってて 1.18 はちょっと未知の世界なんで、楽しみながらやったらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ではではでは、で簡単にルールの方説明いたします。こちら皆さんの顔の前に、自分たちの、ヨーコロとシルカーボックスがあります。このシルカーボックスに一番最初に焼いて鉄を1000個、焼いた方が勝ちです。それが鉄線です。よろしくお願いします。これは鉄の原石を掘ってこのヨーコロで焼いた分だけはポイントになります。このシルカーボックス、15スタックと40個で、鉄線なので、これが全部埋まった時に鉄線完了となります。こちらで焼いただけ、焼いたのがポイントになりますが、旅先でかまどなどで鉄を焼いたりとか、チェストに入った鉄インゴットを使うのは構いません。使うっていうのは装備作ったりとか、バケツにしたりとか、うん、まあ、ツールにしたりとか、そういうのは構いません。はい、そしてツールの説明いきます。こちら左から、松明自由にいくらでも持ってって構いません。目印だったり明るさとかに使ってください。そしてこちら、ダイヤモンドのつらし、効率強化幸運さんのピッケルが使い放題となって思いますが、持ち運ぶのは1本だけにしてください。はい、そして最後、これも大事な約束なんですが、乾燥した、食べられる食べ物は乾燥した昆布だけになります。はい、途中で拾った、肉など、パンとか肉とかは食べないでください。はい、食べ物は乾燥した昆布だけです。よろしくお願いします。ちなみに、石炭1つで鉄8個いけます。おお、いい情報、重要。ではではいきます。よーい、スタート。よろしくお願いします。五分は。俺初めて言いました、五分をって。嘘でしょ。あ、これつなぎっぱいですよね、会話は。もちろんつなぎっぱいです。よろしくお願いします。ここまであるかなっていう感じで向かいます。喋れなくなるんだよな、これ集中してると。そうなんですよね。いや、特に今回はちょっと集中しないと。集中大事ですね。鉄マンだけやだから。マジ誰か一人沼れって思ってる。いやー、俺沼る確率大すけど、下手したら、行くか、ここ超空洞、直下掘りもしかして、おーし、なるほどなるほど。これ不思議と誰か一人さ固まったりするよね。ありますよね、結構。それが自分じゃないことを祈るばかり。あぶねー、もうハードル見てるまで行った。よこせよ、これ行っていいのか、これ行っていいのか、俺ダメだ、ここはないから。行け、作戦を変更しよう。作戦変更。水やべえ、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 敵多いな、だいぶ。いやー、この洞窟やっぱ怖いっすね。やべえ、はまった、穴にはまった、危ない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 、危
ちょっと勘違いして、あ、勘違いして止めたと思う。あ、嘘。天狗さん。天狗さん。マイクラが強い。マイクラに言われた。出た。マイクラが強い現象。止めたと思ってたんですけど、なんか水源だったみたいで。はいはい、自分の周り囲って水源止めたつもりが水源にいたみたいで窒息死、仕掛けたところスケルトンやられました今。ラストマジか、嘘。なるほど、よしよしよし、ようやく空洞だ。よしよしよし、今日ばっかりはちょっと人の不幸が嬉しいです、すいません。あ、やば、ちょっと今日やばい。おっと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 やばいです、今日。おっとっとっと、これはこれはこれはまさか鬼ちゃんダイヤ、まずいダイヤモンドです。ちょっとぐだってるぞ。ダメだ、ここはあないと思う。亀様、俺様に鉄マンをやらせろっていうのかいこれ。ふざけんじゃねえよ。神様に何ちゅう口の利き方するの。アスルの神が対抗してやるよ。アスルの神対鉄の神。いや、すべてのモブがここに集まってると言っても過言ではない。来た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 、いいよいいよいいよ、やばいこれ。そんなに、いや、俺のとこモブ全然いなくなった。なんかめっちゃ敵いると思ったらオンリーちゃんがいた。ああ、スケルトンストーンないじゃん、ここ。これはいただきますね、攻撃。ボンさん、ボンさん、あの、助けてあげるんで、鉄いくつかいただきますね。これは、危ねえ。危ねえ、今の。え、何、俺じゃあどうした？攻撃効いた、攻撃効いた。え、嘘でしょ？え、嘘、嘘、嘘。マジで、これ。うわぁ、やばいって。もう死後来た。でも、ボンさんとオリンちゃんさっき近くにいたってことは、ボンさんワンチャンあります。避難したところに、スケルトンが入ってきて、大変なこと。ちょっと。オンリーちゃん探そう、オンリーちゃん探して攻略。攻略、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 どこだオンリーちゃん、どこだオンリーちゃん。いやでも本当にオンリーちゃんのとこも掘り尽くされてるな、ガチでなかった。俺やべえな、空洞見つけ、もうカスカス。多分今攻略に、今え、また新しい攻略見つけたの。またオンリーちゃんについてこう、わかんないこれ。なんかそこすごいな、攻略探検隊っすね。じゃあ待って、私が掘ってるとこオンリーちゃんかもしんない。なんかドアがあった。俺やめてよ、それ大攻略で3人一気に鉄線終わんの。ああ、じゃあちょっと離れた方がいいか、さすがに。何回もかぶせちゃうと。普通になんか自分の首も絞めちゃうし、妨害みたいになっちゃうからな。いや、やり合ってやり合ってやり合ってやって。全然いいですよ。いや、全然いい。それでもう天狗さんが炎上しても、俺は。気にしないでよ。いや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 、そうやって。炎上は食い止めてくれて。人の炎上を食い物にする人たちだ。止めて。他の人がいない鉱脈見つけよう。そんな鉱脈ある、そもそも。うわ、待って、エンチャントされた金のリンゴ見つけた。強っ。強いけど食べれない。食べれない。食べない。あ、そう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 。ルール的に。そうなんよね。そうなんすよ。食いたかった。ちょっとオリジナル鉱脈見つけたいな。オリジナル鉱脈。オリジナル鉱脈って何？自分だけの鉱脈が見つけたい。転売しようかな。鉱脈転売してほしい。新たなビジネス。いくらで売ってくれんの、鉱脈。全然買うよ、鉱脈。マジっすか。俺も全然買いますよ。じゃあ、打つ、1万。やめようかな、さすがに。ちょっとリアルな価格だな。さすがにやめようかな。でも、鉄マンやるぐらいなら。ああ、確かに。いやー、きついな。背負ってるもんが違えな。時給換算したら意外といいかもしれないですよ。鉄マンやるのにかかる時間分で頑張ってバイトして1万稼いで10時間そっちの方が楽かもしれない。で同じぐらいか。10時間お。しよっかな。コンジュールコンピューターの計算。いや、最悪なのは鉱脈買って負けた時ね。あー、そっかそっかそっか。ちょ、嫌な音すんなこれ。俺もオリコ欲しいなマジで。オリコンいります？ 2 万で売りますよ、今なら。ちょっと値上げしてるじゃないですか。詳しくは天狗さんのツイッター DM へどうぞ。アメジスト誰か買わない。いや、いや、本当にいらない。アメジストいらないです。ガチでいらないやつ。もう一回天狗さん。はい。死んでほしい。死んでほしい。え、いや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 、オースマンシップのかけらもないじゃん。もう一丁ってやつか、これ。それ、アンコールアンコール。アンコール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 。DM で、ちょっと、アンコール。金額交渉しましょう。買収じゃん。死んでも別に、別に俺1です、いくらか。でも言うて結構私今最下位じゃないと思いますよ、多分。最下位ではない。最下位ではないと思いますよ、多分。そんな調子良きですか。取り返した気がする。ヒュンさん、焼き待ちじゃん。もうずっと待ってる。嘘だ。今焼き待ちやばくないですか。やばい。早すぎ。
いやー、待って、ね、持ってくれなかった。ボンさん、あれもしかして、え、シュン君、ボンさんがいた後ろに、この辺にいんの？今いたぞ、ボンさんと出会えた。俺誰一人として会ってないの、この辺ないじゃん、怖いな。確か運温存作戦か。うん、ちょ待って待って、おかしい動きた、おかしい動きた、おかしい動きた、今ナイス、危ない危ない危ない、今スケルトンがおかしい動きしてるって、今のありえん動きしたよ、スケルトン。人が操作してました？今タカ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 タってカニみてえの動きした。たまにあるやつだ。やばい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 、もうひどいよ。ひどいよ今の。ひどいよ、悲しみの坊さん。鉱脈二つ目じゃないこれ。マジ？ふくふくはするよ。そんなに鉱脈ってある？金石やだす。いやー。マジ？これはもう。オンリーちゃん持ってますね。なんでその鉱脈見つかんの？広いとこ歩くっていう。はいはいはい、長距離で行ったら多分めっちゃすごいと思いますよ。タイタイすげえ、ここ敵んじゃん。知らんすよ、俺が落ちてきたばっかの。タイタイ敵やばすぎるって。いや来たばっかですから俺も。ここ敵やばいって、ちょっとちょっと。もうこういうコントじゃないですか。タイタイの方行こう。もういいですよもう。やあ、あー、坊さん。もうなんだよこれ。うわー、坊さん。なんで落ちた先にスケルトン3匹。おかしい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 、死ぬ死ぬ死ぬ。やばい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 、もうやばい、もう無理無理無理。心折れてるじゃないですかもう。無理無理。なんで水なんの、逃げようとしたら。なんだここは。坊さん。なんだここは。なんなんだここは。環境に殺されてる。いやー、坊さん楽しそうだな。全然きつい。楽しそう。俺、この発言はまずい。奇跡のダイヤ。お坊さんがダイヤを。ダイヤ。ただ木がない。いやでもちゃんと焼き待ちの時は焼き待ちしますみたいなことは言うんで絶対。うの、ん、と一緒だからそこは。あ、そのそれはうの。ルールなんですよ、ルールが。あ、なるほど。絶対。まず来たらいらんかな。もしかしてまた坊さんのとこじゃないよね。そうだ。航路早くて計算ができない。もうその池まで行ってんのか。いやー、早すぎる。まあまあ。ああ、なんだなんだ、数個で。水流が。あと数個？あと数個だと思われます。はい。やばい。早い。ごめん。俺は鉄マン確定だ。おお。え？ボンさんのところに鉄を入れちまったよ。アディオス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 。もう諦めるぞ。諦めるぞ。なんてことだ。諦めるぞ。なんてことだ。え、鉄マンをやるから。見ろ。見てもらう。何個入れた？何個入れた？何してんすか。めっちゃ入れた。もう終わった俺。何をしてるんですか。シュンさんは。え、なんか俺もう終わりそうだもんだって。シュンさんは自分を犠牲にボンさんの鉄マンを。何個入れたんだよ。ちょっと次回。参加するんでまた。お疲れ様でした。もういなくなったぞ。いなくならないで。俺はじゃあちょっと せめて俺が今持ってる鉄入れとるわ。道半ばで離脱。全然1スタックぐらいしかないけどごめん。4スタックは勝てませんよ。モンディさんに。ごめん。いやーきついねこれは。10スタック入れとくわ。ジュン君の方に。俺の魂奪われて優勝はマジ。ああ。すごい。いえよ。早すぎ。あえうわーよら、やっぱ嘘ついてたんだ。早かったんやで。早いね、本当に。早かったなー。こっからよ、こっからよ、こっからよ。こっからよ。これ2番、3番が大事ですからね、この戦い。俺無理かよ。もう俺無理だよ。4スタック坊さん入れちゃったもん。諦めたらそこで試合終了ですよ。いや、シュンさんなら全然あるからな、兄とか。そうそうそう、言うて、むしろそれで平等。オンリーちゃんやっぱ早かったな、そこはもう。いや早い。うん、今何分なんですかね。今54分。おお早いな。いいえな。ワンミスでマジで覆えるよな。いや俺ミス、ね、ワンミスが恐ろしいミスなんですよやってる。塩振っちゃって。楽しただけじゃなくてね。もう大手の領域の。いやマジでラッキー。やべえ。マジです。え嘘でしょ。マジありました。はや、はぁ、ウノ来た、ウノ、ウノ、よっしゃー、出た、やばい、全然鉄ない最近、よっしゃー、ここダメだ、ここダメだ、これ、ね、一回遠く行こう、一回遠く行こう、そろそろ林のピークが来た、追い詰められた、追い詰められた、バカーク、あ
そうだ。追い詰められたんだけど。もうなんで上から降ってくるの、なんで雲が上から降ってくるのよ。泣きっ面に蜂だ。アディオス。いやすごいスケルトン強い。すごい強い。おめでとうございます。ありがとうございます。アマグリさん終了。奇跡の鉄鉱脈ないとダメだもんこれ。鉄あったさらに。ボンさん。今だから言いますけど、うん、自分が掘ったところです。溜めてたというのか、なんてことだ。さあ終わります。俺はそろそろ、いや、ウノ言った、ウノ言った言いましたよ。終わり、ウノ言ってるとまたゼロからだよ、ウノから。これ帰ったら終わりです、言いますよ。めちゃくちゃ厳しいじゃないですか。そろそろ終わります。終わり。終了。おめでとうございます。これが終わりか。まさか最後オンリーちゃんかぶったとは。かぶりエンド。じゃあ戻りますか、スタート地点に。はい、はい、はい、結果発表。結果発表。発表。3月の鉄戦エース対決、優勝はオンリーちゃん。おめでとう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 。早かったな。早かったマジで、うん、めっちゃ早かった。さすがだ。そして準優勝タイタイ。おめでとう。準優勝だ。おめでとう。おめでとう。おめでとう。ダマテンのタイタイ準優勝です。ダマテンの称号が。ダマテンか。そして3位はアマグリさん。おめでとう。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。そして4位飛び石の瞬間。おめでとう。悔しい。途中サービスあっての4位です。1000個以上取ってました、ね、はいはいはい。そして5位はボンジュールです。よろしくお願いします。ありがとうございます。5位です。5位です。ありがとうございます。5位になったボンジュールと優勝できなかったしゅんくんは鉄1万の罰ゲームでございます。いやーですかね。重いぞ。しゃあないしゃあないしゃあない。これはいやしゃあないっすよ。ちょっとまだあれは今近いうちにやりますし、よろしくお願いします。皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。まあ、権力はねありますから。またやりましょう。またやりましょう。やったやりましょう。お願いします。今日は皆さんありがとうございました。めちゃくちゃハイレベルの大会でした。ありがとうございました。ありがとうございました。